弱いね、赤だし鉄拳が弱いね。おっ、おー金保留、これは当たったわ。これはもうサーセン、サーセン当たりましたわ。重量だもん、現在の紙幣価値半端じゃないから。1番入場いきます。さっといかんと。開いてない、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 開いてない。あっ正宗はいや、いやもう正宗しかねえ、これでいいや。オレンジとは俺流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。はい、ではね、朝一正宗行ってみたいと思います。で、明日ね、埼玉県で収録あるんだけど、関係ない、ぶっ壊す、必ずぶっ壊す、最悪始発で行く、永久期間作ってあります。えいや、正直久しぶりに打つし、打ち込んでもないのであんまりわかんない。あ、なんか当たった。バーカイ初ゼロ、よっしゃー、ダブルで、うわーシングル、おいかんと勝てないばい。勝てないばい。あれ、おー、パネルショートした。これは本船長かな。せーの、よーし、残りゼロゲーム、さあどうなる。行くぞ、おら。もうここで後期、ダメか。当てるっきゃね、当てられれば負けない。あー、逆ハサミか、残念。おかしくない、だって824ハマってからは当たって、これは ART だよ、もう次天井だからね。ほんとわけわかんないわ。頭くるわマジで。46,000円、やった、ダナちゃん。やったわ。点を貫け。
もう、うわぁ、パンクしてっから7すら狙わせてもらえなかったわ。はい、もうね、正宗じゃどうにもなんないんでパチンコ来ました。僕これ打つの3回目なんですけど、まだ当てたことないんで今日こそは当ててやりたいと思います。じゃあ、4万6500円からで、今ハマキゲーム数が252回転、まあ、左右には一生本の煮干し君と左にはアド兄さんがいるんで全員負けてます。うわうわ、こんなん当たったでしょ。いきなり赤、まあ、アニメーション経由のね、ギチラインが熱いから。ああ、捕まえちまった。ああ、だよね。次ね、あの泥棒がゼブラくらいに、ね、なってほしいね。ほら紫、赤ではない、モンドだよ。おい、うわー、出陣。まだ俺打ち始めて4回転とかだよ。うわうわ、当たったわ。これ金じゃないの。サンズかな。え、当たれば確変。うわ、まあ、エンジョイモードだからね。で保留もなかったから言うても当たらん当たらん。いくぞー、せーの。うわうわ、まあこれはね、まあまあまあ、なんか色とかあるんだよな最近の許諾はな。見境なしで、さあ指導大事だよ。はい、あ、うわ月食レディーってゴー、これやばいんじゃない。いや、さっきも見た、これ今のパチンコすげえな。あっつあっつ、音がやばい。あー、でも弱いね、赤だし鉄拳が弱いね。おっ、あー、金保留、これは当たったわ。これはもうサーセンサーセン当たりましたわ。重量だもん、現在の紙幣価値半端じゃないから。始まっちゃったわ。まあ2だからね。おっと、金保留は 77% 信頼度、しかもモンド。ああ、切る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 、ここのチャンスアップがあんのかな。なんかダメな気がすんな。いく、あっ、あっ、ジサ、嬉しい、僕でした、僕でした、ありがとうございます、ありがとうございます。ここだろ、
ダメ。まあどうせ大当たり中にね演説があるから。ワンゲームの代表鉄。あれこれは格変なん。これは時短。これ時短ですか。なんかすごいね噂によるともうシャン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 って終わるからいいらしいね時短が。え466玉って やっちゃったな。昨日勝ってなかったらもう死んでん。あまだ玉があった。うわ俺このわずかの可能性逃してんじゃん。追わないと。この方のギルクラが結構いい感じに出てますね。全体的にギルクラが良さそうにも見える。こちらのスパイダーマンが4000枚出てます。おめでとうございます。セイクリが別積みでなんか全体的にいいってことを聞きました。ほとんどプラスなのかな。セイクリがこちらのマジカルハロウィンセブンがいい感じ。こちらのマイジャグラーが合算109分の1。この55ジャグラーが合算126分の1。そしてサイがいっぱいいます。お疲れ様でした。優しい必勝本の煮干しくんがどこまで送ってくれるんですか。僕らを西明石です。マジっすか。もう新幹線直乗りできる西明石まで送ってくれるということでありがとうございます。ちょっと最後なんか去年煮干しくん、まあ、1日同行してくれて、まあ、その終始をちょっと伝えてほしいなと思って。はい、北斗と最後パチンコっすね。はい、打って終始の方、はい、47,000円マイナスです。わでは、まあ、マルチに活動されているアドニーさん、もうちょっと終始いいですかね。はい、57,000円負けです。でもそうするとやっぱ僕の60,000負けなんですよね。多分1番なんですよね。でもすごくないですか。3人で、ね、僕らねだって一般人とは違うじゃないですか。この業界に携わってる人間なのにこんなによう3人で負けれましたね。え、6万と5万7千と4万7千だから17万1千。もうそこの計算すらできなかったな。この業界に携わってるとか言っちゃダメだ。16万4千円。そう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 、16万4千円負けたということで。でもさ、最後さ1時間ぐらい前にどうしようって空気流れた時に俺ね、リボクもまあまあ悪いと思っててどうしようっていう空気の時に財布からシュッと1枚出してスーッて入れたじゃん。あれも後に続くより他なくなったよね。うん、え、あれ兄さんやめようとしてたの。あれ考えてたよ。え、兄さんがもうこれ撤収じゃねっていう、まあ、話を、まあ、僕に持ちかけてきて、いや、まあ、確かに、まあ、状況的にもまあ厳しい、まあ、稼働も高いから厳しいっていう状況で荷物くんがジャキンって1枚出して、もうこれもうやるっけない、じゃあこの1枚いこうってなったの、なったんだけど、なぜか当たったのがアドニーっていう。やめようとしていたアドニーが当たるっていう。で、誰よりも当てたかった荷物くんが当たらないっていうね。まあ、よくできてるわな。にもしくんが2020年の抱負を語って締めましょうか。抱負っすか。抱負を。抱負っすか。まあでもやっぱこうみんなパズルライターとか結構こうやめちゃう厳しい時代なんですけど、やっぱ残って頑張って結果残していい1年にしたいと思います。いいよ。ハンドル握ってハンドル。ハンドルライト。もう死んで終わるとこだった。2020年迎えずに終わるとこだった。ハンドル手離してる。もういやーやばいですね。もう動画で使えるかわからないですね。はい。コンプラうるさい。うるさいからもう逆にその放射的にまずいかもしれない。